どうも、トンジーミュータです。今回はサイドプレイヤー必見、サイドハーフで活躍するためには三笘薫ということで、今回はサイドハーフについてフォーカスを当てて紹介していきたいと思います。自分は現役時代サイドハーフでのプレーが多く、いろんなサイドの選手を研究していたので、今回は上手いサイドの選手の共通点を紹介していきたいと思います。一つ目は守備をする。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、現代サッカーにおいて守備をしないというのはただの穴ということで、まあ、守備を徹底するっていうのがそもそもの大前提です。まあ、守備をするっていうのもまあ広いので、具体的に言うと、低い位置で張るサイドバックに激しくプレス、同サイド圧縮、プレスバック、サイドバックと連携。基本的に低い位置で張るサイドバックっていうのは穴なので、しっかり連動して前からプレスをかけてはめに行きましょう。でその時、まあ、逆サイドではめに行く時はしっかり中盤ボランチまで降りてスライドすることでしっかりはめれるので、同サイド圧縮、激しくプレスをかけるっていうことを心がけましょう。でプレスバック、サイドバックが相手サイドハーフとサイドバックが1対1で対峙しているときに、しっかり後ろからプレスバックしてボールをかっさらうっていうのも大事なことですね。であとサイドバックと連携、しっかりサイドバックと連携を取ることで、どこまで降りるのか、降りて5バックになるのか、それとも後方2で保つのかだったり、いろんなねサイドバックと連携を取ることでしっかりね効率よく守備をするっていうのが大事なことです。2つ目はボールを失わない。まあ、どういうことかっていうと、センターフォワードがポストプレイヤーをポストして、まあ、段階的に守備から攻撃へっていうのがメインだと思うんですけど、中央が中継地は少し難易度が高いです。そのためにボールを失わないで、グリーリッシュのようにね、段階的にね、マンチェスターシティの段階的にビルドアップを成功させれるような選手になりましょう。でそのために必要なことが3つ。1つ目は整体、2つ目は相手を抜くより取られないことを考えること、3つ目が持ちすぎない。で整体っていうのは何かっていうと、相手に向かってドリブルをすることですね。進行方向に体を向けるのではなく、相手にペソを向ける。そのことによって、相手にドリブルすることによって選択肢が2つある。右に行くのか左に行くのか。だから簡単にプレスをかけられない、かけづらくさせることができます。で、その時に三笘薫選手だったりネイマールが得意な反発ステップ、直足リードの反発ステップをつけて加速する。そうすることによって相手が右からプレスをかけるんだったら左にステップ踏んで加速する、逆に左だったら右にっていう後出しじゃんけんができるっていうのが整体の魅力です。3つ目はポケットに入ってもらうことですね。ポケットっていうのは四角形4人のだいたい重心を取ることです。ポケットに入ることによって相手からすると厄介で、味方との関係性が作れてサイドバックのオーバーラップのスペースができることですね。で注意してもらいたいのが、ボケツッコミが逆になる可能性があります。はって思う方も多いと思うんですけど、ボケツッコミっていうのが中に入りたい人とサイドに張って勝負を仕掛けてほしいっていう人材が逆になってしまうことですね。例えるなら、マフレズが中に入ってジンチェンコが張ってしまうみたいな、まあ、ポジション左右逆だけど、マフレズはサイドで仕掛けてほしいのにジンチェンコが
サイドを張ってしまうとマフレズにもジンチェンコにもお互いメリットがなくなってしまうみたいなことは意識してほしいですね。はい、で、1番がベースで2番に1番から2番に変更することによ移動することによってサイドバックのオーバーラップのスペースができることが分かると思います。で、3つ目の表は外から中だとはまりやすくなる可能性が高いっていうことですね。で、しっかりポケットに入るときはそこのポケットとサイドにしっかり1枚ずついることが、まあ、いること、関係性を作ることが大事です。4つ目が高い位置を取りすぎない。どういうことかっていうと、まあ、自らマークされる必要はないってことですね。しっかり1番みたいにサイドバックとサイドハーフの間に立つことが大事です。2番だと低すぎてサイドハーフで仕掛けた後にまたサイドハーフで仕掛けないといけないっていう、2人を抜いてからじゃないとチャンスにならない。3番は高すぎてそもそもボールをもらう前からサイドバックにマークされている。で、もらえたとしても前向きにボールをもらえないので勝負を仕掛けられない、プラスかさらわれる可能性が高いということですね。だからしっかりサイドバックとサイドハーフの間に立つことでサイドバックとの1対1を前向きに行えるっていうのが、高い位置を取りすぎないことっていうのが大事ですね。逆にまあなくてもいいもの、この4つを踏まえて、まあ、なくてもいいかなっていうものが、まあ、1つ目はスピードですね。まあ、もちろんあるに越したことはないんですけど、足が速いイコールスピードが速いわけではない。まあトラゴリみたいな、足が速ければサイドで無双できるかって言われたら、みたいなね。ベルナードだったりグリーリッシュだったりフィーゴっていうのは別に足が速くなくても世界でねトップのサイドプレイヤーだったように、サイドプレイヤーであるように、まあ、スピードはサイドの選手は必ずいるかって言われたら、まあ、そうでもないような気もすると感じていますね。で、2つ目はカットインシュート。かっこいいんですけど、まあ、ロッペン・リベリーが活躍していた時代に比べてしっかりチャレカバがね徹底されていたり、守備がねここ数年ものすごい進化したので、持ちすぎて相手の守備の陣形が整うより先にクロスを上げた方がチャンスになりやすいかなみたいな。で、このチャンネル見てくれている人は多分学生が多くなると思うので、無理にシュートを打つっていうよりはしっかりチャンスになるようにクロスを上げることを意識したり、先にねカットインじゃなくてそのまま中に入ってシュートを打てるかっていうのを確認した方がいいんじゃないかなと思います。以上になります。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。